セルマはアラバマ州ダラソ軍の都市であり、同軍の軍庁所在地である。アラバマ州のブラックベルトと呼ばれる地域では、南西、アラバマ川の岸にある。アメリカ合衆国国政調査局によれば、セルマ市の人口は2010年時点で2756人となっていた。1965年の選挙権運動と、この市から始まったセルマから州と、 モンゴメリーへの更新で知られている。ヨーロッパ人による開拓が行われる以前、現在のセルマ市となった地域には数千年前から様々な文化を持った先住民族が住んでいた。ヨーロッパ人が出会ったインディアン部族はマスコギー族であり、この地域に数百年間は住んでいた。この地域を初めて探検し開拓したヨーロッパ人はフランス人だった。 1732年、フランス人探検家がこの地をエコールビアンビルと記していた。後のヨーロッパ系アメリカ人はムーアズブラフと呼んだ。セルマは1820年に法人化された。この町はノースカロライナ州出身の政治家かつ農園主のウィリアム・アール・キングが計画し、セルマと名付けた。キングは後にアメリカ合衆国副大統領になった。 セルマという名前は、オシアンの女子誌、セルマの歌に由来しており、高い権力あるいは、極座を意味していた。セルマは1866年に、ダラス軍の軍長所在地になった。南軍にとってのセルマの重要さ南北戦争の時、セルマは、南部の軍需品産業の中心であり、莫大な物資や弾薬を製造し、装甲艦 CSS、テネシーまで建造した。 セルマの鉄鋼所と製鉄所はバージニア州リッチモンドのトレデガー鉄鋼所に次いで南部では2番目の武器生産拠点とみなされていた。このように生産能力が集中する戦略的な位置づけにあったので南北戦争の後半では北軍によるアラバマ州襲撃の標的になった。南部におけるセルマの能力と重要性は北部でも知られていたので 北軍当局が見逃すはずもなかった。その重要性が増すにつれて、北軍はセルマを占領し支配することが重要と考えるに至った。最初は、ウィリアム・シャーマン将軍がセルマまで進軍しようとしたが、セルマから107マイルのメリディアンまで進んだ後、ミシシッピ側まで撤退した。ベンジャミングリアソン将軍はメンフィスから騎兵隊を率いて進行したが、 妨害されて交代した。ルソー将軍は、セルマの方向に猛進し,したが、案内人に方向を誤らされ、モンゴメリー市の東40マイルで鉄道を攻撃した。セルマの戦い北軍のジェームズ・エイチ・ウィルソン将軍1865年3月30日、北軍のジェームズ・エイチ・ウィルソン将軍が、ジョン・ P ・クロクストン将軍の旅団を派遣して、 アラバマ州タスカルーサの南軍施設をすべて破壊しようとした。ウィルソンの部隊は南軍の密偵を捕まえ、ネイサン・ベッドフォード・フォレスト将軍が、その分散した部隊の勢力や配置を衝突した文書を運んでいたことが分かった。ウィルソンは一行旅団を送って、センタービルでカハバ川に架かる橋を破壊させ、それでフォレストの援軍の大半がこの地域に入れないようにした。 ウィルソンは、フォレストの部隊と走りながらの戦闘を始め、セルマの街が陥落した後まで続いた。4月1日は午前中いっぱいに小競り合いが続いた。後の午後、ウィルソンの前衛が、エベネザー協会で、フォレストの戦列と遭遇した。ランドルフ道路とセルマの幹線道が交差する、あたりだった。フォレストは全軍を持って当たれば、ウィルソンの部隊に対抗できると見ていた。 洪水による遅れや敵と遭遇したこともあって、フォレストの下に集まった兵は2000名足らずであり、その多くは、古参兵ではなく、老人と少年で構成された民兵だった。勢力も武装も劣った南軍は、北軍の騎兵や砲兵が戦場に配置される中で、1時間以上も勇敢に戦った。フォレストはサーベルを持った北軍の隊員に傷つけられたが、 フォレストはそのレボルバーで射殺した。最後の北軍機兵の突撃で、南軍民兵隊が崩壊し、フォレストはその右翼を突かれた。フォレストは、厳しい圧力を受けながらの撤退を強いられた。南軍のネイサン・ベッドフォード・フォレスト将軍、翌朝早くに、フォレストはセルマに到着したが、その様子は、馬も乗り手持ちに染まっていたと言われている。フォレストは、 舞台指揮官のリチャード・テーラー将軍にセルマ氏から出て行くよう忠告した。テイラーは防衛部隊の指揮をフォレストに渡した後に出て行った。セルマの町は半円状に取り巻く長さ3マイルの城壁に守られていた。北と南の外れはアラバマ川で止まっていた。この建造物は2年前に作られ、その後はほとんど手を入れていなかったが、それでも頑強なものだった。 壁の高さは8フィートから12フィート、底部の厚さは15フィートあり、幅4フィート、深さ5フィートの堀が全面にあった。その前には高さ5フィートの柱を地面に打ち込んだ柵があり、その先端は尖っていた。突き出た位置には土盛りの上に大砲が置かれ、攻撃が行われた場合の地面を狙えるようになっていた。フォレストの守備隊は、 自分のテネシー護衛中隊、マッカローのミズーリ連隊、クロスランドのケンタッキー旅団、ロディのアラバマ旅団、フランク・アームストロングのミシシッピ旅団、ダニエル・ W ・アダムズ将軍の収容備隊で構成されていた。これに取り出守備を志願したセルマ市民が加わった。これらすべてを合わせても4000名足らずであり、その半分が防御に当たれるだけだった。 セルマの要塞は2万名で守るように建造されていた。フォレストの部下は、強壁の上に互いに10ないし12フィート離れて、立つしかなかった。ウィルソンの部隊は午後2時に、セルマ要塞の前面に到着した。ウィルソンは、イーライ・ロングの師団を、サマーフィールド道路の向こうに配置し、シカゴボードオブ、トレードバッテリーを支援に置いた。エモリー・アプトン将軍の師団は、 レンジライン道路の向こうに廃止、第四アメリカ砲兵隊第一大隊に支援させた。ウィルソンの部隊は、総勢で9000名が攻撃に使えた。北軍の作戦は、暗くなった後で、アプトンが300名を派遣した、南軍右翼の湿地を渡り、強壁内に入り、側面攻撃から強壁の線に沿って中央に移動するというものだった。アプトン隊の大砲からの発砲で、 北軍全軍による攻撃開始の合図になる予定だった。午後5時、イーライ・ロングの後方にあった市長隊がフォレストの分散していた部隊でセルマに向かっていた前衛に攻撃された。ロングもアプトンもその後衛にはそのような動きに備えてかなりの人員を配置していた。しかしロングは後方からの敵の攻撃を無効化するためにセルマ要塞への攻撃開始を決断した。 ロングの部隊は三つの戦列を一列になって攻撃した。馬を降り、スペンサー・カービン銃を発砲し、自部隊の大砲に支えられた。南軍は消火器と大砲で激しく反撃した。南軍の砲兵は手元に忠実の弾しかなかったが、すぐ近くの武器庫では、対人用弾丸として効果的な弾頭を数多く製造していた。セントポールズエピスコパル教会。 セルマの戦い後に焼けたが、1871年に再建された北軍は、ロング将軍を含め多くの損失を出したが、攻撃を続けた。北軍が、強壁に達すると、凶暴な白兵戦になった。多くの兵士が、棍棒代わりに使われたマスケット銃で殴り落とされたが、強壁の中に流れ込み続けた。30分足らずの間に、ロング隊は、 サマーフィールド道路を守っていた強壁を占領した。一方アップトン将軍はロング隊の成功を見てその師団に前進を命令した。防御部隊を圧倒し、間もなくアメリカ国旗がレンジライン道路からサマーフィールド道路へ続く強壁の上で振られているのが見られた。外壁が落ちた後、ウィルソン将軍はアメリカ第4騎兵連隊を率いてレンジライン道路を馬で突撃し、 まだ未完成だった内側の壁に向かった。交代していた南軍兵が内壁に達して突撃してくる部隊に破壊的な一斉射撃を浴びせた。これで突撃が止まり、ウィルソン将軍のお気に入りの馬が負傷して、ウィルソンは地面に投げ出された。ウィルソンはすぐに傷ついた馬にまたがり、数個連隊による下馬しての攻撃を命じた。南軍の混合部隊が、 セルマの鉄道駅と路上に隣接する包みを占領してプランターズビル道路の側で抵抗していた。ここでの戦闘は激しいものになったが午後7時までに勢力に勝る北軍が南軍の側面を突くことができた。南軍はこの駅と内壁を放棄した。暗闇の中で北軍は数百人の南軍病を捕虜にしたがフォレスト、アームストロング、ロディの、 各将軍を含め数百人はバーンズビルドールを逃亡した。その西では多くの南軍病が追跡する北軍と戦いながらバレークリークの東岸まで交代した。彼らはバレークリークがアラバマ川に合流する地点近くで暗闇の中を泳いで川を渡り逃亡した。今日この場所でセルマの戦いの再現が行われている。北軍はその夜市内を略奪し、 多くの企業や民家を焼いた。翌週は武器庫や海軍製鉄所を破壊するために使われた。北軍はセルマからモンゴメリーに向かい、さらにジョージア州、コロンバスやメーコンに向かったところで終戦を迎えた。セルマからモンゴメリーへの更九1965年、レコンストラクション時代の後で南部の他州と同様に、アラバマ州でも民主党が政治的権力を取り戻し、 公共施設での人種差別を行う事務苦労法など白人市場主義の手段を強制した。20世紀への変わり目には新しい憲法を成立させ、人頭税や識字能力試験など選挙に関する規定を設けて大半の黒人と多くの貧乏白人から事実上選挙権を取り上げた。これらの人々は政府に代表を送れず、陪審員になることなど市民としての権利を剥奪された。 第二次世界大戦後は法的な異議申し立てや民間人の活動を通じて黒人はその市民として憲法で保障された権利を行使するために次第に活動的になっていった。セルマ市では1960年代に入っても典型的な人種差別施設を維持し映画館など新しい施設にも拡大していた。白人のみの ランチカウンターで食事を取ろうとしたり、映画館の白人セクションの下に座ろうとした黒人は殴られ逮捕された。市民の半数以上が黒人だったが、規制の強い選挙権法や監修のためにその1%しか有権者登録できていなかった。このために陪審員にもなれなければ公的な役職に就くこともできなかった。黒人は敷地能力試験によって、 有権者登録を阻まれ、白人市民委員会やクークラックスクランによる組織だった経済的報復に怯え、警官には抑圧されるという従属的な行動を強いられるやり方で管理されていた。例えば有権者登録を抑制するために、登録委員会は月に2日しか開かず、委員は遅れてきたり、昼食の時間を長くとっていた。1963年初期、 学生非暴力協調委員会のバーナード・ラファイエットとコリア・ラファイエットが公民権運動の指導者、サム・ボイントン、アメリカ・ボイントン、ブルース・ボイントンと共にセーラムでの組織づくりを始めた。タバナクル・バプティスト教会の LL ・アンダーソン・ボクシ、JL ・チェスナット、南部キリスト教徒指導者会議市民学校の教師、マリー・ホスター、公立学校の教師マリー・ムーア、及び ダラス軍有権者同盟の活動家が参加した。1963年に起きた前向きの出来事は、セルマ市のダラス軍公共図書館が、パトリシア・スウィフト・ブラロックの指導のもとに、人種統合されたことだった。ブラウンチャペル AME 協会、1965年のセルマからモンゴメリーへの更新出発点、アメリカ合衆国国定歴史建造物に指定。 地の日曜日となった1965年3月7日、エドマンのペッタス橋で、デモ隊を待つ警官たちダラス軍保安官ジム・クラークと、そのボランティア民警団から激しい抵抗があったが、黒人たちは有権者登録と人種統合のための活動を続け、1963年から1964年はじめに、かけて拡大していった。脅しや、経済的報復、逮捕。 発砲、オーダーなどがあったにもかかわらず、黒人の有権者登録を試みる者の数が増え続けたが、それが成功した例は少なかった。1964年夏、ジェームズ・ヘア地方判事の名で全面的な禁止令が発行された。これは、学生非暴力協調委員会、南部キリスト教徒指導者会議、ダラス軍有権者同盟などの講演で3人以上の 集会を禁止し、名指しされた41人の公民権、運動活動家の関与を禁じるものだった。この禁止令でしばらくは公民権運動が停止されたが、1965年1月2日、マーティン・ルー・サー・キング・ジュニア牧師がブラウン・チャペルで演説したことで、それを否定した。1965年1月からは、南部キリスト教徒指導者会議と、 学生非暴力協調委員会が選挙権獲得運動を再開し、アラバマ州特にセルマ市における体系的な黒人の選挙権否定に対して全国的な注目を集めるように図られた。数多い黒人が有権者登録を試み、3000人以上が逮捕され、警官による暴力、経済的報復が続いた後、南部キリスト教徒指導者会議の直接行動指導者、 ジェームズ・ベベルが発案し、組織化したセルマからモンゴメリーへの行進に高まっていった。これは近代公民権運動の政治的及び感情的、好長期の一つだった。1965年3月7日、約600人の公民権運動活動家がアメリカ国道85線でセルマを出発し、東の州都モンゴメリーに向かった。 彼らがわずか6ブロック先のエドマンドペッタス橋に達したとき、衆軍と地元法案幹部の者たちが催涙ガスや警棒を使って攻撃を始め、彼らをセルマに追い返した。この攻撃があったことで、この日は地の日曜日事件と呼ばれるようになった。その2日後の3月9日、マーティン・ルー・サーキング・ジュニア牧師がこの橋を通る象徴的な行進を率いた。 キングなど公民権運動指導者は、この3回目の大規模なセルマからモンゴメリーへの更新に裁判所からの保護を得ようとした。地域を管轄する連邦地区裁判所判事、フランク・ミニス・ジョンソン・ジュニアは次のように語って、デモ隊に有利な判断をした。不満の是正のためにその政府に請願を行う権利を大集団で行使することができるのは法に明らかである。 またこの権利は、行動の上であっても更新によって行使できる、ランクミニス・ジョンソン3月21日日曜日、約3200人がモンゴメリーに向かって出発した。彼らは1日に12マイルを歩き、夜は近くの野原で眠った。4日後の3月25日、モンゴメリー市に到着するまでに、その数は約2万5千人にまで膨れ上がっていた。セルまでの出来事は、 公民権運動に対する世論の支持を増し、同年、アメリカ合衆国議会は1965年選挙権法を成立させた。この法では、特定の人々、歴史的な少数者に対する差別を示すような代表者数の偏りがあれば、州あるいは政治区分における全市民への投票権を連邦政府が監督し、強制できることとしていた。セルマ氏は、 北緯32度24分26秒整形87度一部16秒北緯32.40722度整形87.02111度32.40722 8 7 0 2 1 1 1日1市モンゴメリー市の西にあるアメリカ合衆国国勢調査局によれば市域全面積は14.4平方マイルであり このうち陸地13.9平方マイル、水域は0.6平方マイルで、水域率は4.1%である。以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。うちは2010年データを示す。セルマ市にある企業としては、インターナショナルペーパー、プッシュホック。市内の大きなショッピングセンターとして、セルマモールがある。スターリバントホール。 1856年観光、現在は歴史博物館アラバマ川に架かるエドマンドペッタス橋、公民権運動の時代に、地の日曜日などの事件が起こったみらず、ファンクラブーハウス、パフォーミングアーツセンター、セルマアートギルドギャラリーで、文化的な行事が開催されている。市内の博物館としては、スターディバント、ホール、全国投票権博物館、ヒストリックウォーターアベニュー、 マーティン・ルーサーキング・ジュニア通り歴史ウォーキングツアー、旧駅博物館、ボーン・スミサーマン博物館、ヘリテージ・ビレッジがある。セルマ市には、州内最大の連続した歴史地区があり、1250以上の建造物がある。見どころとしては、オールドタウン歴史地区、オールド・ライブ・オーク・墓地、ポール・エム・グリスト州立公園、オールド・カハバ考古学公園がある。 オールドライブ・オーク墓地には、南軍の将軍であり、かつ後に、クー・クラックス・クランのグランド・ウィザードだった、ネイサン・ベッドフォード・フォレストの記念碑があり、議論の多い対象になってもいる。2012年8月、いたずらに耐えるより、大きな記念碑を建てる計画が発表された。セルマ市政府は一人の市長と9人の委員による、市政委員会で構成されている。 セルマ市にある高等教育機関としては、コンコーディアカレッジアラバマ、セルマ大学、ジョージコーリーウォレス州立、コミュニティカレッジがある。セルマ市教育学区が市内の公立学校を運営している。公立高校は、セルマ高校とセルマアーリーカレッジ高校である。中学校は、セルマミドルチャットアカデミーとスクールオブディスカバリーである。小学校は8校ある。 幼稚園生から12年生を教える、私立学校としては、ジョン・ティモーガン・アカデミー、メドービュー、クリスチャン学校、エルウッド・クリスチャン・アカデミーの参考がある。セルマ・ダラス軍公共図書館、セルマ・ダラス軍公共図書館は1904年に、カーネギー図書館として設立され、市の公共図書館になっている。床面積は2万5000平方フィートあり、市の中心街にある。 増書数は76,751冊である。セルマ市はモンゴメリーセルマテレビ市場に入っている。チャーターコミュニケーションズがケーブルテレビを運営している。ディレクティビートディッシュネットワークが地方及び全国ネットの放送を衛星放送で流している。ラジオは FM 局が6局、A、AM 局が2局ある。日刊紙としてはセルマタイムズジャーナルが発行されている。 市内のブロックパークはサウスイースタンリーグオブプロフェッショナルベースボールのセルマクロバーリーフスが本拠地にしている。ありがとうございます。